またこの時期ですね、ウザキャラで走破エントリーという企画なんですけど、今回でね3本目になると思うんですけどね、正直ねしんどいんですよね。別にもともとがね成人みたいなね感じなのに、こうウザキャラでねやらないかんっていうのは本当に苦痛でね、ウザキャラってどんなこと言うたらウザキャラやねんみたいな、わからへんしみたいな感じなんですよね。なんでね、もうぼちぼちこの企画もどうかなみたいなね、なんかものすごいね、好評いただいてるみたいでね、もう続けなしゃあないかないう感じやってるんですけどね、もう苦痛ですね。もうちょっと今回でねやめたろかなと思ってるんですけどね。でね、この走破のエントリーのやつにしたってね、これもうあのマイスペースとか見たらもうみんな3枚撮ってるリップ共有してるじゃないですか。なんで僕が今更これ動画にしてね3枚撮ってるところを見せたところで誰っちゃ喜ばへんかなと。いやいや別に乱世の会員じゃなくたって撮れるやんかっていう話なんですよね。なんでもう これでねもうちゃちゃっとね3枚連続で撮ってもうおしまいにしたいかなと思います。さすがにこれ、やめる言うても3枚連続でね、3人から撮らんとやめるっていうわけにはいかないんで、もういいですよね撮っちゃってね。やっぱりオチのつく失敗の仕方みたいなもね考えるもねもう邪魔くさいんですよ。まあ見てもろたら当然わかると思うんですけど、第1回と第2回のあの失敗の仕方もね、あれ考えてああいう失敗の仕方してるわけなんですよね。でもうオチのつけ方もねネタがもうないっていうか、もう考えるも邪魔くさいというかね、もうそんなことをしてる暇あったらもうちょっとでも寝たいわっていうところなんで、もうちゃちゃっとね3枚取っちゃって、でもうこの企画を今回で終了にしたいかなと思っております。そしたらやっていきましょうかね。もう下調べもいらないですね。でこの真ん中の人とかね、もうその、強敵降臨下で3枚取ってるとこ見てもらったことある人やしね、もうはっきり言ってこの他の動画でもやってることなんで、もうええかなっていう感じでしょう皆さんね。もう出し方も一緒やしね、これワンパターンでね。そうですね、まあ一応ちょっと真剣にやりましょうか。相手も強いことですしね、あんまり舐めとったらねこの企画終われないですから、もうさっさと、仕上げて終わりたいかなと思います。はい。で、上に武将が来たら天意かまそうかなと思うんですけど、はよ動けよ、そっちちゃうやろ、上に行ってくれ上に。で将校、まあまあ頑張っとるな、もう我慢できんぞ。よし、この劉備のとこでドーンと、はい、こうしても壊れとけよ。よしよしよし、壊れた。うん、完璧に近いなね。もうわざと失敗するなんていうことをせんかったらこんなもんですわ。でそうやね、あと上の射撃塔か、どないして壊したろかな。もうこれ2強殺しとくかね。はい、2強死んだ、これで死んだでしょ。おお、しかも城の方まで行ってくれるというおまけ付きですか。もう言うことないですねこれね。で砲士の方に両毛が行って城を切ると、はい、もう予想通りですね。もう言うことありませんね。もうこんなもん失敗しようないでしょこれ。ちなみにこれ音切ってるんで寝返りとかわからんような状態でやってるんですけども、はい、それでもこんな風に取れちゃうんですよね僕クラスになってくるとね。で、あとはトーン工兵で射撃塔を壊して、パラパラっといきましょうか。援軍もねもろてるんで、もうこんなもん失敗のしようがないですよね。なんか胞子が入ってきそうな気がするんですけど、まあハンデかなという感じですね。ちょうど兵糧庫に隠れてますけど、これ胞子がおるんですけど、あまりにもパーフェクトな攻めすぎて防衛施設が残ってないんですよね。なんでこの言うたら胞子が中に入ってきて武将がメタメタにスキルを発動する可能性もあるんですけど、その前に中の方が壊れちゃっていってるかな。で外側
が壊れると同時に、まあ胞子が、あ、入ってきたわ、入ってきたけど、まあこれなんとかなるでしょう。で、どっか壊し漏らしはないかな。あれ？どこだろう。あ、ここか、ここだけか。これで、うわ、回復しやがった、すごい。あ、結局援軍使わんといけましたね。はい、もうこんな感じですわ。あと2回連続こんな感じでちゃんちゃんと撮ってね、企画きれいにね終わらしたろうかなと思っております。はいはい、次の方、この人は、あ、この人準優勝か。右の人はあれかな、まだ強敵降臨で攻めてないんかな。はいはいはい、援軍が釣りにくそうですね。どうしようかな、どっか釣れんかな。ここぐらい釣れんか、ここら辺で。あ、出てこないか。あ、出てきてた、なんじゃい。やっぱ音聞こえんとあれやな。ああ、天意、変な使い方しちゃいましたね。出てきとったのに。何しと、まあまあ、ハンデですわ、ハンデね。はい。ほいほいと。で、証拠をどこ壊してもらおうかな。この辺かな。こんな感じでどうでしょう。さあ、どう流れていくかやね、証拠がね。主君はうまいこと流せたんちゃうかなと思いますけど、おっと、文王が割と早く死んじゃいましたね。さーて、これはどうなるかな。証拠、さっさと死んでくれよ。龍馬が出せんだろ。よし、完璧ですね。完璧ですね。おっと、そっち行くか、龍馬が。そっち行くと、あれなんですよね。こう、龍馬のスキルが解けた時に、スッと死んでくれないんで、なんか長生きしすぎて邪魔っていう感じになってますね。主君まだ生きてんのか。で、くるくるは、あ、解除できんかったわ。はい、龍馬死んでくださいよ、これで。で、もうトンコヘ出しとらんかったらちょっと間に合わんかな。ちょっと、ペース早めに出していってます。時間が思ったよりない。しかもクルクルを解除する術もない。で、自爆を確認し忘れてますね。いやー、ちょっと舐めすぎましたね。あんまり舐めすぎてもね、ちょっとこれ失礼な話になってしまうんでね。これで、太平殺してもらって、ここの兵糧庫か。うわっ、爆弾が嫌な位置になったな。あれ？はい、ということでいかがだったでしょうか。今回も一発で全部3枚取れませんでしたね。いやー、やっぱり難しいというか、基本硬いですよね、やっぱりね。なんでちょっと真剣にやっていきたいかなと思うんですけど、まず援軍が釣れるので、ここら辺でね、どっか場所探したら結構釣れるところはあるんだなというのが分かっていただけたんじゃないかなと思います。で、こんな感じで引き寄せて、で、将校はこの辺がええんちゃうかなと思いますね。で、こうパーッと弓騎兵出して、で、スキル発動して、これでどうですかね。これで割といったんちゃうかなと思いますけどね。
で、リョンモは、あ、じゃあ失礼、店員はぼちぼち出して、この改造奉仕塔ぐらいが、おお、壊れたけど、今のはもしかしたらあれですね、主君のスキルで壊れたかもわかんないですね。ちょっとそこら辺がよくわかりませんでしたけど、で、そうですね、あとはどういくかな。おお、ええー、とこ飛ぶな、主君のスキルが。これで、あ、死んだか。この射撃塔を狙って、リョモを出せば、これで割とどうにかなったんちゃうかなと思いますね。で、自爆が射撃塔と、奉仕塔ですね。これでちょっと時間かかってますけどね。どうだろう、行くか。よし、壊した。あとね、城の方までこうスーッとね、リョモが流れてったらありがたいんですけど、まあちょっとそこまで時間はないかなっていう感じですね。で、二強がいるんで、くるくる解除のためにトラ出して、で、上川を、うわ、ミスった。これちょっとミスってるな。で、そうやな、くるくるも解除できてないんか。これいかんな、難しいなこの陣形。ちょっと真面目にやろうと思ってもまだ失敗しそうな感じですね。これはちょっと厄介な陣形でしたね。さーて、これこの射撃塔がね、壊れん気すんすよね。うわ、めっちゃクソ寝返ってるし、あー、これいかんわ。あー、取れんな、難しいな。何がいかんかったんだろう。んー、ちょっともう一回やってみましょうか。反省して、割と全体的に悪くなかったと思うんですけどね。まあちょっと寝返りに気づかなかった意味もありますけどね。今回のエントリーってどんぐらいかかったんですかね、時間ね。20分ぐらいですかね、また。で、これで援軍が出てる、出てないんかい。ちょっとくるくる解除用の上の流星度で出てるんやね、射撃塔じゃないんやね。で、そうやな、今度ショーこっちで行ってみようか。最初の通りやないか、今度な。これで、主君をこんな感じかな。これで迂回すんちゃうかなと思うんですけど、これで壊れんとなったら同盟軍幕への左上が壊れんような気がするんですよね。なんで今度はこの辺から転移出して、同盟軍幕への左上の、奉仕塔を壊して、うわ、割と早死んだな文王が。ただこれで割と壊れてますよね。で、この下に射撃塔があるんですけど、こっちはちょっとあえて無視して、上を両毛で狙っていきます。これで城が落ちたらだいぶ楽なんでね。で、自爆もう一回見ときましょうか。射撃塔と奉仕塔ですね。よーし、城は落ちそうですね。うん、落ちました。これでなんとか いけるんじゃないかなと思います。2強までは殺してくれんか、そこまではちょっと欲張りすぎかなという感じはしますね。で、クルクルが出たので、トラ出したんですけど、これはクルクル解除する前にトラが死にそうですね。おお、解除できた、完璧やな。で、射撃塔も知らん間に、主君が壊してくれてるし、これでまあよっぽどやらかさんかったらもう取れたんじゃないでしょうか。たださっきみたいな攻めをしてるようでは予選は通らんかなっていう気はしますね。まだ練習が必要かなという気はします。もう自爆ないんが楽ですよね。あとはもう寝返りだけ注意していう感じでしょうか。よう見とかんとね、さっきみたいなことになりかねないんで。おお、寝返った寝返った、もう寝返らん取ってくれよ、さすがに。うまいこと、ちょっと施設に頓降が一挙なんね。これ時間大丈夫か。
この3つの施設が壊れたらおしまいなんですけど、うわ爆弾やめてなんでさらにまだ壺まである時間が、うわーこれギリギリやったね。っていうことはこんだけうまいこと言ってもギリギリなんで、やっぱ硬い人は硬いなっていう感じですね。いやーなかなかひりつきましたけどね。これは僕軍港でエントリーしてるんですけど、軍港でのエントリーでなかったらもしかしたら失敗してるかもしれないですね。でこれまた援軍釣れるん、これこんな感じでいったらどうや。おお釣れた。でそしたらこんな感じかな。これでどうやろう。あ弓騎兵が1個それましたね。ちょっと主君出すんが早すぎたかなという感じはしますけど、で将校は真下ぐらいかな。でこんな感じで弓騎兵出しておけば、でもう転移出したいな。よしこれでどうや。うんうん、いいですね。あとは将校が頑張ってくれたらいう感じなんで、一応もう将校に性能士つけました。もう主君は死んでももう壊したい施設は壊してくれているので問題ないかなという感じですね。でここら辺に太平出しとったら憑依台が殺してくれそうな気がします。でもう防衛施設はなくなりましたね。そしたら下から、両毛を出して2強を殺してくれるのに期待しましょう。でその隙に、自爆を確認して奉仕塔と諸葛神道、あと投石いう感じですか。あ人形が嫌やなこれ、せっかく城の方行ってたのに。で太平死んでくれよ、表意台が壊れる前に殺してくれんかったら。おー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 、いい感じですね。で城にもたどり着いたか。おおこれはめちゃくちゃええ感じですね。本番でもこうありたいなと思いますね。で時間もこれかなり30秒ぐらい余るんじゃないですか。この方の陣形は結構潜りやすかったかなという感じはしますね。もう自爆気にせんと豚甲兵出してもいけるレベルで壊れてます。もう 93% なんでね、こっからはちょっとよっぽどなんかめちゃくちゃ寝返るとかいうことがない限りは大丈夫かなという感じですね。うわ寝返ってるわ、よう見っけたな。うわまだ寝返るか、しつこいな。まあよう寝返ること、なんか寝返らんなんか宝とか出てくれないですかね。あの新属性でね、こう特殊属性でもいいんで、あの兵が寝返らんようになるみたいなのがあったらね、ええー、なと思うんですけどね。はい30秒残して取れましたね。いやーよかったよかった。なんで結局何戦かかったんや。5戦か。2人目の方がねちょっと苦戦しましたけどね、まあなんとか、全員から3枚取ることはできたんですけど、また一発でクリアとはならなかったので、今回の動画でやっぱりランスの勧誘うぜえなと思わなかったら、買ったらですね、また2ヶ月後になるんかな、もう見てもらえたらと思いますんでよろしくお願いします。そしたら以上です。ありがとうございました。